今回は、ニコロがサシャを思い出すシーンに違和感を覚えたみんなの反応を集めてみました。チャンネル登録高評価、コメントよろしくお願いします。それではどうぞ。ニコロ、戦争から俺を救ってくれたんだ。結局このシーンはニコロの美化が入っていたのか、この3年間でサシャがテーブルマナーを身につけていたのか問題。テーブルマナー覚えたらもっとうまいもん食わせてやるとか言われたんじゃね。よく見ろ、言うほどテーブルマナー身についてないぞ。よく見たら口元もスカーフも汚れてて草。そういや肘ついて飯食ってんなこの芋女。前掛けは無理やりつけさせられただけだろうし、テーブルマナーは全然守れてないだろこの画像。頬が膨らんでる時点でテーブルマナーどころの話ではない。肘ついてるし頬が膨らむほど詰め込んでるし食べかすボロボロだし、どこを見てテーブルマナーを見出したんだお前は。テーブルマナーは守れてないしめちゃくちゃに美化されてると思うぞ。こんなに詰め込みながら口を半開きにしてるあたり、美化される前の現物はヒデアリ様だったものと思われる。でもエビをバコー、バコー、とかすごい SE 出しながら食ってた時期と比べればすごい進歩だと思うよ。1歳児から5歳児ぐらいの進化はしてるから実際すごい、テーブルマナーと呼べるような代物ではない。100から50くらいまでは成長してるかな。でもこのシーンよりは明らか綺麗な食い方だから。うわぁうまい。ミーには服装がしっかりしてるだけで綺麗に見える。でもニコロとしてはマナーよりも自分の作った料理をうまそうに食ってくれることの方が重要だから、多少はしたなくても好きな子にうめうめと食われたら可愛く見えるもんだよ。次はいつ食えるかわからない美味しいものだったから、あの貴公子だったのであって、ニコロさんのとこに行けば出してくれる美味しいものだから、相手の顔を見て感謝を伝えつつ食べる余裕が出てきたんだろう。まあ次も食べれるとは限らなかったんだが、躍動感がないだけでめちゃくちゃ綺麗な食べ方に見えるぞ。ニコロが照れ隠しに一択、おねえ食い方しやがって、って繰り返していくうちにサシャが学習していった説。まあもともとサシャの異常な食欲って食える時に食うという慢性的な食料不足による不安感に起因するものだし、土地の奪還、海鮮という選択肢の増加などで食料環境が安定したことで次第に改善されたのは間違いないんだと思う。少なくとも白目向きながらジャンの手に噛みついていた時に比べれば食に対しての執着は落ち着いてる。こんな風にピザを握れ両手に持ってる時点で普通ならマナー悪いように見えるんだよ。もともとの印象どれだけ悪いんだよ。お前らサシャの野生動物か何かだと思ってないか。野生動物だったわこいつ。悪魔の末裔の芋くせい女がこんなに可愛いわけないだろ。ニコロフィルターがかかってこれなのだから、実際は今までと変わってない可能性もある。本編じゃあまり書かれなかったこの二人の交流をじっくり見てー。結局二人は恋人だったのかどうなのか。てかやちゃんが言うくらいだから好きな人かっこニコロの前では少しでも可愛くありたかったんだろうな。うむ、別の争いの火種になってんじゃねえか。多分これまでは料理作っても褒められたりすることなかっただろうし、立場関係なくあんなこと言われてたら落ちるのも仕方ない。よく勘違いされるけどサシャは食い意地がすごいだけで食べる量は普通らしいな。でもニコロ、綺麗にお上品に食べてもらうよりもうまいってがっつく方が喜ぶと思うの。いっぱい食べる君が好き。ニコロってサシャの親と一緒にいるんだっけ？少なくとも最終巻の時点では一緒にいたね。いつも美味しい美味しいと言って食事をしてくれるサシャ、悪い気はしないニコロ、ふと視線が合い、食べ物を口いっぱいに含んだ自分の姿に、少し恥ずかしげに笑うサシャ、ニコロは恋に落ちた、とかだったりする？それが、ニコロはマジでかわいそう、なんとか幸せにならんか。実質親公認。最後にサシャが言ってたのは肉じゃなくて肉かっこニコロの相性って説好きなんですけど、どうなんですかね。肉でもニコロさんの作った肉料理を思い浮かべてたとは思う。レベリオ襲撃の時に誰だこのクール美人ってなったし、テーブルマナーも改善されている姿が想像できない。こんな可愛い女を売ったマレカスがいるらしいぞ。ちなみにそのマレカスに親切にしてくれた優しいおじさんを売ったとんでもないバイ女がいるらしいぞ。辛い。最後にマーレとエルディアが分かり合ってアルアニ、ライチス、チャンピー、コニメラと4つもカップルができたことが救い。リサライは譲れないんだよな。普通、料理褒められたくらいで惚れないよ。ちょろすぎる恋愛漫画かよ。いつ死ぬかわからん状況で可愛い女の子の声浴びたら、そりゃ殺される前に目の前の女の子と楽しい思い出作るために付き合いたいと思うわ。エリ好みできるのは平和な場所と時間があってのことなんねん。女に話しかけられただけでこいつ俺に気があると思い込んでそう。いろいろすっ飛ばして結婚したいとか思うライナーはやばいな。美女に笑顔で言われたら俺は惚れるわ。釣りだろ。顔立ちは美人よりだろ。立ち居振る舞いで全部台無しになってるだけで。
両親とも顔立ちいいしね。戦争なんて普通じゃない環境に放り込まれて捕虜にされてビビってたら急に自分の仕事ベタ褒めされたんだぞ。地獄に仏を見たような心持ちで吊り橋効果もエグいってもんよ。普通の褒め方じゃなかったし、順に迫ってた。男は割とおっさんになっても相手が美人なら簡単に恋に落ちるんだぜ。これが思春期だったらもう、落とした消しゴム拾ってくれたくらいのことでベタ惚れですわ。料理褒められたくらいというけど、ニコロにとって料理は今までの人生の結晶なんだから、褒められたらそりゃ嬉しいだろう。あるあに意外だウトやんけ。これが相対評価ですか。わかるように言ってやる。あの場合女は汚れた悪魔の。パーン、正直あのシーンがあるからイエレナ嫌いになれない。イエレナからしても聞くに耐えなかったのかな、さすがに。実は涙目で言ってたとか気づかんかったよそれ。普通に相変わらず食い方汚いなって思ってたわ。食べ方汚いのもそうだが、よくあのサイズのシュリンプを殻ごといけるな。シュリンプじゃなくてロブスターを殻ごと食ってるんだと思う。エルディア人なら噛み砕けるのか。うわーうまい、イバコバッコ。最初は綺麗に食べてるんだよ。でも途中からマナーというか理性が飛んでしまうんだ。それぐらい喜んでくれたのが嬉しかったんだと思う。顔はいいのに思春期の動機からは誰にも好意持たれなかったんだよな。まあいも女だし、どでかいへ放つし、とても恋愛対象にはならんわな。包皮は冤罪提起。冤罪なのに教官含めて誰もがサシャならやりかねないと思ってたのくさ。教官また貴様か。コニー&サシャはバカップル化を予感させる描写されてたよ。あれは恋愛感情はなくね。本人も言ってたけど、それよりももっと距離の近い双子とか分身とかそういう関係。他のモテる女子がミカサ、クリスタ、アニとクール系か聖女系なので、なんとなく104期男子の好みが見える。モテていたのは男子はライナー、女子は美少女で女神的存在のクリスタだけじゃないか。他の女子は個性の強さで男子を寄せ付けないって伊佐山先生言ってた気が。個人的には104期の女子はみんな魅力的だと思うんだが。スタンダ少年が自分の料理を美味しいと言ってくれたある女性との出会いで人間性を取り戻すけど、その女性を殺されるという悲しいシーンだぞ。バゴーバゴーなんて食事音、筋肉マンぐらいでしか聞いたことないけど。筋肉マンへの熱い風評被害。筋肉マンではうめうめだったけどな。コミックスでパゴッパゴッに修正されたけど、知性と忠誠を兼ね備えた狂人はやはり違うぜ。かやってニコロといるサシャ見たことなかった気がするけど、サシャからニコロって公式なの？ファンブックとかインタビューで設定出てたりする？カヤから見て恋人同士っぽくて、両親に紹介する中で、異性の目を気にするようになって髪型を変えたっていう、察せないのは野暮って感じの匂わせはあるけど、別に明言はされてないよ。